吉江さん、鹿児島のあんな山奥で Wi-Fi 来るなんてすごいですね。やっぱ改めてこの電波事情のね、日本の良さを感じたなと思います。まあ、私の住んでるところね、ちょっと山入ると Wi-Fi 来ないところあるんですよ。まあ、そう考えると鹿児島の方がなんか進んでるような気がして、ちょっと口惜しいですね。やっぱあれですかね、チランがあるからですかね。はい、ということでね、今回ね、ちょっと見通しの甘さについて何点か、まあ、気になるところがあったんでね、お話していこうかと思うんですけども、大体自分の人生ってのがあと10年とか20年は続くだろうという見通しで、まあ、多くの方がお暮らしになってると思うんですよね。まあ、普段あんまり考えてないと思いますけども、30年40年先とかはそんなに細かくは考えなくてもいいんですけども、漠然とその時も生きてるだろうなと思えば、では今から30年先とか40年先の種をまいとかないけんだろうなと思うんですよね。まあ、そこまで考えなくてもね、思い起こせば、まあ、10年近く前、8年ぐらい前ですけども、このままではこのままになっちゃうなと思えば、やっぱ新しい舵を切ることってあると思うんですよね。で、おかげさんで誰かのプロモーションで、まあ、私は詐欺商品みたいなね、なんかヒルズ塾みたいなの買ったわけですけども、まあ、私なりにそれ見通しがあって、これからインターネットの時代が来る、もしくはもう来ている、情報がお金になる、これはもう多くの方が分かっていたことなんですけども、分かっていながらも目の前のことを粛々とやるだけでね、新しい世界に飛び込む方っていなかったと思うんですよ。で、私はね、なんか情報がお金でやり取りされるなんてのは、なんとなくマスコミとか広告を見ていてよく分かっていたのと、自分で会社店を経営していて、自分の会社とか店を知らせる活動が自社でやるのにはものすごいね、限界があったと。ほとんどできていないなと、口コミに頼るしかないなと思ってたんですよね。お客さんがお客さんを呼ぶみたいな口コミですけども、これね、実は相当難しいんですよね。なぜなら紹介してもいいほど気に入られないといけないっていうことと、その紹介を起こすお客さんにほら恩ができるんですよね。だからなんか紹介キャンペーンみたいなのをやらなくちゃいけなかったりとか、何々さん、例えば紹介を起こすキーマンがいたとしますね。お客さんが、その人が何かの事情で来なくなると、その先の紹介者も一度に来なくなるってことがあるんでね、かなりリスキーなんですよね。だからお客さんとは直接つながっておく必要がある。そのためには経営者なり従業員がお客さん一人一人と、まあ、密につながる、そんなね、手間もかけないといけないんで、結局一つの売り上げの裏に相当な金額とか人為的コストがかかるんですよね。まあ、そこまで考えて、まあ、これからの会社経営っていうのは、まあ、かなりシュリンクしていくだろうなと思ったんですよね。シュリンクって先細りって意味なんですけどね。まあ、その中でその、まあ、怪しいインターネットビジネスっていうのがね、あって、でもその仕組みがなんとなく分かるのは、情報発信をすることによって、まあ、知られるってことですよね。テレビとか雑誌の中で有名になるのはコストがかかるけど、インターネットは経費がかかんないんで、インターネットの世界で有名になるのはこれお金がかかんないってことなんですよね。まあ、だけども、まあ、時間はかかるだろうなというところがありました。まあ、その中で、まあ、でも広島だったら、まあまあ視野取れるんじゃないかなと思ったのが私の見通しだったんですよね。まあ、およそ 2,3 年で広島でインターネットの有名人といえば久保哲郎だよねと思われるようになればいいかなと思ったんですけど、まあまあ目論見通りそれはうまくいったかなっていうところで、当時ね、3年目ぐらいには広島ネットとか広島ビジネスとかね、広島ネットビジネス、こんなキーワードで検索すると私の名前が上からずらっと出て、本当にね、いい気持ちがしたもんですよね。まあ、有名になったなと。 YouTube もビジネス系なのは私のしか出てなくって、それはまあ一気にアクセスが高まったなと。で、皮肉なことに私がこの弟子に指導していくと、そいつも検索の上位に上がってくるんですよね。だからなんかこう経営のノウハウとかビジネスのノウハウを教えれば教えるほどライバルが増えるということで、うかうかしてたらね、やっぱ並ばれてしまうんで、だから自分も進化成長しないといけないなってところが、また新しい見通しになったわけですよね。あと同時にお金のことですよね。ビジネスを始めていつぐらいにいくらになるっていうのが分からなければ、これはやってられないですよ。でも多くの方はそれが多分見えないし、まあ相当ビジネスやってきた人もそこまではっきりとは見えないんですよね。はっきり見えないからこそやり込まないといけないんですけども、見えないからやらないとかになっちゃうんですよね。まあ、例えば今でも、まあ、YouTube の指導をね、何件か同時にしてるんですけども、いつチャンネル登録が1000人になるのか、いつ毎月の広告収入が10万を超えるのか、これね、分かんないんですよね。分かんないからやらなくなってくるんですよね。
ここなんですよ。発想が違うのは、分からないから分かるまでやるっていう発想が私にはあるんですけども、私以外の人にはほとんどないんだろうなと思うんですよ。だからそこは明確にね、あ、俺なんか人と違うなってところを昔から感じるところなんですよね。で、できなければできないまでやる。もう多分私にしかない能力だと思うんですよ。これなんか不思議なんですけども、できなければできるまでやった方がいいんじゃないかなと思うんですよね。で、分からなければ分かるまでやればいいのになと思うんですけども、あ、それ分かんないからやらないっていう言葉がね、なぜかね、当たり前のように、できないからやらないとかね。なんかね、それはある意味、できる範囲のことやればいいんだよっていうね、優しい言葉があるんで、ものすごく害になってるなと。やっぱできないことに挑戦するからこそ、なんか、一歩前へ進んだりね、新しい景色が見えたりとか、進歩成長するのかなと思うんですけども、まあもしかしたら、まあ、進歩とか成長とかも別に望まなくていいのかもしれないですけどね。おかげさんでそうやってちんたらしてる人が多いんで、私だけなんかね、優位に立ってしまうんですけども、で、こういう風にやったらこうなったよって言えばね、なんかこう嫌味に聞こえるんで、もう人に物をしてるのも嫌になってくるっていうか、会話そのものがもうすごく嫌になってくるんですけどね。なんかここまで意識が違うとね、もうなんかポツンとしちゃいますね、どっちかっていうと。まあ、あの山の頂点にいる人ってたった一人とか昔から言うんですけどね、麓にはたくさんいるけどもみたいな、ね、そういうのがなんかこう身に染みるっていうか、ちょっとある意味寂しいなっていうところはありますけども、で今日は見通しっていう話をね、ちょっとさせてもらおうかと思ったんですけども、あのやればやるほど見えてくるっていうのは、例えば夜明け前みたいな感じなんですよね、きっと。あの深夜の明け方の4時とか5時か、まだ外は暗いんですけども、じーっと目を凝らしていくと、だんだん遠くにある形のあるものがね、なんか山のように見えてきて、もっと目を凝らすと山じゃなくて建物ってことに気づいて、その建物じーっと見てると、まあ、3階建てのビルってことに気づいてくるとかね。で、もっともっとよく見ると、そのビルの3階に寝てる人がいるなっていうのがね、まあ見えてくるみたいな感じですかね。だからよく分からなければ分からないほど目をそらすんじゃなくて、しっかりと見据えていくことによって、まあ見えてくるのかなと。で、やっぱりね、 YouTube やってよかったなっていうのが、まあ吉田さんもよく言われますけども、今私がチャンネル登録じゃない、 YouTube のアップロード本数が1万5000本ぐらいなんですよね。これで毎月10万入ってくるんですよ。これが自分のやった行動の結果分かってくるんですよね。そうすると、あ、じゃあ10万本の動画をアップロードしたら、これ毎月100万入ってくるじゃんっていう計算式、簡単に成り立つんですよね。かける10でいいわけですから、安く見積もって10万本で毎月100万、まあ話半分で10万本作ってマイナス、あの毎月50万でも別にいいかなと思うんですよ。いや、この図式が見えてれば YouTube 以外にやることはなくなるっていう話なんですけども、なんかね、そうはならないんですよね。なぜか儲からないけど楽しいことっていうのに流れる人もいれば、儲からないし楽しくもないことをやる人も多くてね、こう なんかこう見通しってどうなっちゃってるんだろうみたいな、こんな明確な答えがあちこちに落ちてるのに、これ気づかないのか、私がこうだよって言っても信じてくれないのかね、なんかあちこちバラバラと進んでいくなというところで、まあ相変わらず吉田さんね、我々の行く道には誰もいないですねということでございます。どうしましょうか。これでこけたらでも本当にね、恥ずかしくてやってられないですけどね。まあおかげさんで大きな資産もできて、まあ、こけることはあんまりないかなと思うんですけども、これからも用心に用心を重ねていかないといけないかなと思いますね。いや、 Wi-Fi ね、鹿児島にここまで田舎に出てるのってすごいですね、これもだから私の見通しのなさですよね。なんかそこそこの都市部じゃないとないのかなと思ったんですけども、結構ありますね。じゃあまあこんなとこですか。いってらっしゃい。